モレイビアンチャーチ、モラビア兄弟団は、共通の体験、交わり、分かち合いを回復することによって、教会の革新を目指す共同体運動の一つ。ドイツにおいては、モラビア教会と呼ばれた。ニコラウス・フォン・ツインツェンドルフ1722年、ツインツェンドルフ伯爵の領地に、モラビアから逃れてきたフス派、兄弟団の群れが、ヘルンフートと呼ばれる共同体を形成した。 各地で迫害されていた経験派やアナバプテストも逃れてきたが互いに権利を主張しあって問題が絶えなかった。しかし、1727年8月13日の生産式で全員が精霊の力を経験して、その結果として財産共同体が発足した。1737年にニコラウス・フォン・ツインゼンドルフが監督となる。 ジョン・ウェスレーは1735年アメリカのジョージアへ行く途中にモラビア兄弟団の存在を知り生活を共にしてモラビア兄弟団の経験主義の影響を強く受けた公開中の嵐の中で平安を保ち神を賛美するモラビア兄弟団に感動したのである上陸後モラビア兄弟団の指導者シュパンゲンベルクはウェスレーにあなたはイエス・キリストを知っておられますか と尋ねた。あとの1738年、アルダスゲートで、モラビア兄弟団の宣教師、ペーター・ベーラーの信仰義人の説教を聞いて、信仰の革新を得、第二の改新とも言うべき体験をしている。このように、モラビア兄弟団の経験主義は、後に形成されたメソジストにも、大きな影響を与えた。モラビア兄弟団は、百三十二年に、セントトマス島に二人、 グリーンランドに3人の宣教師を派遣した。1732年には、ゲオルク・シュミットら宣教師を多く派遣し、18世紀、19世紀の世界宣教に貢献した。中村里氏、世界宣教の歴史命の言葉者、ありがとうございます。